突っ込みニュースランキングはい。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介しますまずは第5位 阪神タイガースは昨日負けられない一戦でしたがヤクルトに6対4で敗れ、うん、運命の3連,勝3連戦は1勝2敗と負け越しました首、はい、位ヤクルトのマジックは9に減りヤクルトと阪神のゲーム差は3に広がってしまいましたツッコミ高橋さん、はい、高橋さんって野球はお聞きになったりご覧になったりするんですか、うん あんまり見ませんね野球は。はあ<ー>。ええ。ちなみにお好きなスポーツこれだけは見るとかなんかあるんですか。ああスポーツはねあのー、野球は好きなんですけど大リーグは見ますけどね。日本は見ないそのパンチ感じる。あのだってアメリカにもほら留学もしておられたでしょ。ええ、うん。ええ、やっぱ向こうでは結構ね当然ついてますもんね<ー>やってますそ、ね、れはもう野球も。 アメフトも、なんか、バスケットとかもね、すごい、すごいですよね。じゃあ、特にプロ野球で注目している球団は、日本の場合、こことわけではなく、大谷は注目してますけど、大谷は、なるほどね、分かりました。阪神タイガース、この運命の3連戦、1勝2敗ということで、ヤクルトの優勝マジック点灯ということでございますけれども、この後また時間ございましたら、お伝えしていきましょう。続続いいいててでござます第位 プロ野球のドラフト会議が今日午後、東京都内のホテルで開かれます。はい 前日までに1位公表をしたのはソフトバンクと西武の2球団のみ各球団が探り合いながら今日運命のドラフトに臨みます。まあ特に、えっと、近畿地方では阪神タイガースオリックスが好調ということもあって、はい、本来ならドラフトの話題もうちょっと上がるところなんですが、はい、今年は去年の佐藤選手とか早川投手のように、はい、超注目という選手が少、はいまあ、ないという言い方も失礼なんですけれども、はい、というのもあって各チームのドラフト戦略も少し変わっているということだそうです。 よね。はい、続いていきましょうか。はい、では3位です。昨日午後 JR 東日本の変電所で火災が発生して停電が起きました。はい、東京や埼玉を中心に首都圏の JR 在来線本線は広い範囲で一時運転を見合わせ。 利用客およそ二十三万六千人に影響が出ました。昨日高橋さんこれどうですか。ご自身では影響ありましたですか。<laughs> いや全くなかったですよ。排<く> <laughs> 出されてなかったですかね。あの電車乗らなかったんです。ああ<や>でもなんか映像で見たらね、えー、あの都市部がそう混乱してたようなんですけれども。えー 改めてでも何て言うんでしょう災害がこうなった時の都市部のインフラったら難しいもんですね高橋さんね。そうですねあのまああの近場で起こって起こったあのなんか変電車の火災なんですけどね。うい全然わかんなかったですけどあれまあす、うん、すごいかったんですね昨日はそうでしたもんね。えー、はいでは続いていきましょうか。はい続いて第二位は。 昨日全国では新たに553人の新型コロナウイルス感染者が確認され、今年に入ってから最も少なくなくりました、うん、高橋さん、553人、まああ、どんどん下がってきてるんですけれども、今の状況の中で我々がケアしておかなければいけないことってのはどういうのは、どんなふうにお考えですか。 あの多分ワクチンを打ってるか打ってないかで、ね、すごい差がありますよね、出ますよねねですからワクチンを、うんまあ、私もかなり早くから、もうワクチン2回も打ってたんで、ワクチン打ってるとこうなるっていうのは、海外の例を見てても大体わかるんですよね。うん、ですから、まああの、今、ワクチン打ってないんだったら、今、今たくさん打ってますからね、どんどん打った方がいいと今の状況の中で、大体ほら、日本もかなりアメリカ、ヨーロッパを抜いてぐらいの、ね、数の方が打ってらっしゃる、ね、ということなんですけれども、はい、まあ各国見ててもそうですけど、はい その後というのをどれぐらい増やしていくのかっていうのは難しいですね、これね。あでも日本はね、結構ねあの、いいスペースで上がってますね、あのあ<ー>多分世界一にもうちょっとしたらななるんじゃないですかねあ。やっぱりどうなんでしょう、まあ、いろんな心配おありの方もいらっしゃいますけれども。 こう気持ちを見てた時、打ちたいという方が多いということなんでしょうかね。これ見ると、ね。あ、知らなて打ってれば、あの、もう全然かかった時っても、もあの、後も、たい、簡単だしね。多分圧倒的に違うと思います。けど重症化のリスクを防げるというようなところがあると思います。うそうですね。はい。えー、さあ、それでは一位いきましょうか。はい、続いて一位は。 岸田総理大臣による所信表明演説を受け与野党は今日の衆議院での代表質問を皮切りに本格的な国会論戦に臨みますツッコミさあ高橋さん、国会いよいよ本格的にということなんですけれども、はい、この後財政についてはたっぷりお話を伺うとしてまずはこの代表質問での注目ポイントというのはどんなところですか えっとちょっと私、びっくりしたのは、ねうんあの、規制改革という言葉がが、ね、一回もなくて、はい、これがなかったのは多分ね40年ぶりぐらいなんですよね。ーはあと思いましたけど、あのまあ、ほとんどマスコミには書いてませんけどね、へえと思いましたけど、ね、でも言われてみたらそうなんですね。規制改革 出てこないということは現状このルールのままで進んでいきますというこまあ普通だって40年というか40年間ずっとあったような言葉ですよ。と思いましたけどああのやっぱりこの所信表明演説っていうのは首相の我々はこんな国を作っていくんだというところのメッセージだと思うんですけれどもどうなんですか、はい、あの高さんも役所にいらっしゃいましたけどどっかでその規制というものに対しては。ええ このままがいいという組とですよ、ね、やっぱりどっかで変えていかないとというなるんですけど、ね、高橋さん自身のお考えとしてはいかがですかこれは多分どこの国でも普通変えるっていうやつです <laughs> <laughs> 常に変えるしそうですよねあのそれだけ100%正しいっていうのはなくて100%時代に沿ってるっていうのもないですからね、うん、時代とともに変えるっていうのは普通なんですけど、ね、だから普通は、まあ、ど,ど,どこの国でも規制改革ってありますけどこれなかったのでびっくりしましたけど、ねうん、あのということは岸田さんの狙いというのはどういう いうことなんでしょうね。そこから読み解けるういろいろ。まあ、これ、役人は規制改革されると嫌なんですけどね。うん ええ、うん、だから役人に優しいんじゃないかなと思っます。役人<ー> <laughs> なるほどや。役人に優しい内閣い。国民にも優しかったらいいんですけどね。<laughs> あいや、まあそれ別全く、はい、別問題ですね。はいええ、あのー、高橋さん、はい、えっと投票日がねどうやらまあ10月31日で事実上決まってるようなところあるんですが、うんええ、高橋さんの読みではもう少し後ろ倒しのイメージだったんですよね。ええ、それはそうですよ。それほとんどの人はそう思ってましたよ。うんあの一つこの10月31日 になったというころかというのは、ごしても早くやりたいって、それだけでしょお聞きしたらね、はい、何かその10月31日が仏滅だそうなんですけれども、<ー>なんかそれすら実はあの議員の皆さん含めて、ちょっとこだわってらっしゃるそうですよね。えーえー あそうですね。た,ただね、あの、10月31日、G20 ってのあるんで、うん、多分ん、あの、そっちに、そこは、あの、ほら、外交デビューとして、とか国際社会のデビューとして一番いい場なんでね、うん、それ出ると思ってましたよ。うん、ところがでうん。うん これあの2つお聞きしたいことあるんですけどまず先におっしゃってたその外交デビューのところでね岸田、えー、さんとしてみれば G20 に、えー、があーしっかりとこう顔を出してですね、えー、自分の PR をしたかったっていうところがあるわけなんですよね。その日にちをずらして、えー、ごめんなさいそこにぶつけてデモというのは だからそれも1日でも早くやりたかったって、1週間でも早くやりたかった、それより1週間前はまず無理なんでね、もうこれがだからもう、事実上ぎりぎりの一番早いスケジュールなんですよね、うん、これは何ですか、やっぱり野党も準備が整わないうちにということなんですかねそれは普通そうでしょうね、東京の方ですとね、あの小池さんというのは新党っていうのを立ち上げてますけどね、これ1週間前にされちゃったら、もう新党の募集もできないいう状況ですからね。うううんんん うん、あの要するに早くでもやりたいって、そういうことだけですよね逆に言うと、与党の準備というのはどうなんですかああ与党も、まあでも与、与党は楽ですからね、普通はあの挑みかのる方は準備がないこと大変なんですけどね、うん、与党の方は、いつでもあの今もやってますから、いつあっても大丈夫なんですけどね、うん。受けて立つ方はそこまでバタバタしないけれども、うん、やっぱり戦いを挑む方は。うん 入念な準備をしておきたい。そうですね。特に新党なんかはですね、あのなんかスケジュ早まっちゃったらもう何もできなくなっちゃいますよね。ああ、そうですよね。たし今既存の党はある程度できると思いますけどね。うん。え、小池さんが作ろうとしている、まあまああのトミーファーストベースに作ろうとしているファーストの会とかはちょっと準備がしんどいんじゃないか。もうもう無無理です。無理ですよね。はい。でもう一つあったその物滅の選挙というのが意外と少ないと政治家の人ってやっぱりそここだわるんだというのがすごく。 そうですね。そうですか。<laughs> はい、あの縁起物ですからね。それで日程を選びますから、うん、やっぱりあれですよね。あのまあ過去の例を見ると。 大体まんべんなくは、あの、まあ、六曜カレンダーでまんべんなくあるんですけど。大安の日だけ大きくて、仏面の日,日はすごく少ないです。<laughs> あの、今時ね、<laughs> あの、結婚式でもあんまりそここだわらない人が出てきたんですけど。うんっね、やっぱり、あの、どうなんでしょう。あの、縁起みたいなものを担ぎたいっていうのが、真理としてあるんでしょうか、ね。普通じゃないですか、それは。いや、でも、今、どうですかね、僕、むしろ若い世代の人とかって。そこに対するこだわりが。 薄くなってるは気がするんですけどね。うん、それは若い世代の人でも選挙も行かないですからね。いやでも高橋さん一方でね、18歳ぐらいの子ってね、うん、あの選挙権、えー、あの投票のね用紙が来たい、うん、うて楽しみにしてる子たちも結構聞きますよね。だから18だけ選挙してその二十歳になるとしなくなっちゃうんですけど。<laughs> たいでですねねちょっともせっかくの機会なんですけどやっぱりそれはどうなんですか、はい、やっぱり自分たちの思ったようにならないというところが見えてくるんですかね1回は行くけれども。ああの選挙の話ですかう いななんじゃないですかねかやっぱり先が長くて関心があることがたくさんあるからじゃないですかね。あ<ー>選挙で面白い話があるからいいかかななんじゃないですかね,でねそれでいうとね、高橋さん、例えば、うん、もう数十年前ということでなると、ええ、やはり選挙というものが楽しみの一つだったわけですかね、やっぱりもう他にやることなかったら、そうなりますね。<ー> <laughs> 他に何かあることがそういうい時代もあった あったんでしょうね。うねもうちょっと政治活動についてもというところがあるかもしれませんね。まあでも昔からですね、うん、若い人はやっぱり選挙行かないですよ。これそうなんですか。みんな一緒です、ね。ああ、やっぱそうなんですか。そうですね。アメリカと忙しかったりやあのやることがあるから、他のことがあるからっていうのはどんどんあの国でも同じですけどね。これどうなんですか。あのおっしゃったように高橋さんアメリカの留学もねしてらっしゃいましたけど、<ー>まあ向こうは。 登録もしないといけなかったりするんですよねそう向こうはもっと選挙しませんいといけないですよねあ行かないですか,ですかだって日本だったらあれじゃないですかその、えー、っ選挙権が郵送されてきますけど向こうはない,ないですから、はい、自分でわざわざレジステーション登録していかないといけないからすごく波動高いですよあの大統領選挙とか見てたらね、はい、盛り上がりね そうあな,なんとそれこそもう共和党陣営、はい、民主党陣営に分かれてですねライブというかコンサートみたいな感じにすらなってますけど。いね、いやで面白くしないといかないということですよ。 あのかいろんな芸能人を呼んだり面白くしてそれでもあんまり飛び降りさせなくないですから。はあ、ということはわれわれ盛り上がってる映像だけをね、うん、見てるイメージでー多くの方は結構無関心だったりするんですかあの,なんかあの なんだっけな投票権なんか郵送されてこないし、うん、わざわざ行って、うん、あの登録してやらないとできないですから、うん、そんなわざわざ行って手間かけてやる人なんて結構少なくてあやっぱり老人なんかか暇だから行きますけど確かに実際あの若い世代の皆さんがアメリカでも、はい、あの登録に行こうみたいな話とかは結構ね SNS 続づでやってらっしゃったりしてますもんね。登録に行こうと言わないといかないいかないで、それ登録に行こうと言ってもあんまり行かないですということは政治的無関心みたいなものというのは日本だけじゃなくて、え結構各国で抱えている問題というとも言っていいんですかね。案外あのいろんな国でありますんね。だからアメリカで投票率ってあんまり言わないでしょ。うすごい低いんですよああ、そうなんですね。なるほど。はい。さあそれではコマーシャルの後になりますけれども、はい。ええ、さ えー、これがと日本の抱えている財政の話について高橋さんにお聞きしてまいりましょう時刻6時31分ですさあ時刻まもなく6時34分になりますではここからはですね高橋さんのより深く突っ込んだ解説を聞く深掘り突っ込み解説でございますまずはこちらから さあ、現役財務省の事務次官異例の意見表明、国家財政が破綻するというお話でございます。はい、財務省の矢野政務次官がですね。先週金曜日発売の文藝春秋に記事を投稿いたしまして。はい事務次官で あごめんなさい新型コロナの経済対策にまつわる各党の給付金政策についてばらまき合戦と批判してこのままでは国家財政が破綻する可能性があると訴えましたさあ現役の時間による意見表明というのが異例だそうでございますけれども、うん、高橋さんにこの辺りをお聞きしてまいりましょう。ささ高橋さん はい、え週末からですねこのお話で高橋さん、うん、いろんなところでメッセージを出してらっしゃいましたが<笑><笑>、えー、まずは、えー、あお読みになった感想からお聞かせくださいあまりに知識がないんでびっくりしました。<laughs> あの先週この番組でもね、まあ、例えば今1,500兆に上っているという国のまあ借金というものに対して、うん、高橋さん自身はあまり恐れることなくどんどんとですねもっともっと世の中にお金というものを出していって。 で経済を回していもうん、お,お,かお考えとかそういうレベルじゃなくて要するに財政状況って見るときに、うん、な,なんで資産の話を一緒にしないのかなってそれで終わっちゃうんですけどねうん、まあ、ですから資産というのもしっかり同じ分いやそれよりもっと少ないあしっかりした形であるんだから、うんえー、同じようにお金を出しててもいいんじゃないか、ね、出すべきだということなんですけれどもこれに関してどうなんですかこののの矢野さんの意見というのは でも例えばすみません私が読んだレベルでなので合ってるかどうかなんですがえ上がっていくにつれてこう金利も上がっていくしえ国債を出していくということは景気が上がっていくとしてどんどん金利も上がっていくんだから金利の方が買っていくんじゃないかということもおっしゃってるわけですよねだからそれはあの資産を見ないからそういうことになっちゃうんですけどね、うん、資産の大半っていうのは金融資産なんで金利が上がっていったら金融資産の収益も上がるでしょ、うんうん、それでだから両方同じく 以上まあ、ケイさんと同じぐらい思ってるんですから、何の問題もないじゃないですか。でも、これ、なんて言うんでしょうか、事務次官というですね、はい、まあ非常にまあその財務省の中でもですよ、エリートの方々が、はいえー、計算しておっしゃってる意見というものが、うん、こうも食い違うというのが我々は、われわれ計算してないんですよね、この矢野さんは。あそうなんですか。そう ただ単に雰囲気で言ってるだけだから、<laughs> あの、だから私がこういうふうに財政な話を全部すると、立ちどころに終わっちゃう、あの、議論としてすぐ終わっちゃうぐらいの稚拙な議論にしていますね。でもね、あの、ずっと前からこうだったんです、本当に。言わなかっただけですけどね、私、あの、彼もずっと昔からそれを間違ってるの知ってますけれど、うん、あの、うん 今まで言わなかったからこっちも黙ってたんだけど、うん、まあついに表で言ったから簡単に言えるようになりましたけどね。これでということはもう今矢野さんがおっしゃっているような意見というのはごく一部と見ていいんですか、えー、いやほとんどですよ。だからほとんど間違ってるっていうのが正しいですよ。<laughs> 財務省のほとんどが間違ってるということなんですかそう,そうです、えー <laughs> でもあの言うても、でもそこに、まあ、我々の、ねえーはい、財政というものはお願いしているというかうまあ彼らが計算してだから、うん、から一はこんなに誤りをね、正々堂々と言ったんでね、うん、あとこれから大変だと思いますよ財務の中で、うんうん、これでもどうなんですか、こういう形でメッセージを出すというのは異例だというふうにも言われてるそうなんですけども、うん、現役の時間がというのは。うん 入れ,て入,れ入れていうかこんなにレベルの低いね、まあ、はっきり言うと大学の試験に落っこっちゃうようなレベルの話を表で正々堂々と言っちゃったってのが問題ですね。<ー>で出す前ってねそれで言うとじゃあこれは、ね、いやそれはいかんだろうというふうにはならないわけなんですか仮に間違ってるとするとですけれども。 例えば 1+1 を5って言われたらびっくりするでしょ、そのレベルの話をしてますけどね。ああのなんかわれわれ呼んでると、あそうか、そういうこともあるのかっていうふうに思いまね。えー、とそれだったら、うんあのね、例えばね、うんえと、ちょっと大学、大学院外で勉強すると、うん、今の財務状況とか、今のさっき私言った、これ、バランスシートって話ですよね、そういうのから、うん、えと財政の破綻確率ってのは計算できるんですよ。うんうん で普通に計算しますと、まあ、これ大学院レベルですと財政の破綻確率5年以内で多分1%以内っていうのはすぐ計算できますけどね。でも、うん、破綻確率が1%以内の時に、うん、まあ普通の天気予報ですとね、うん、降水確率0ってやつなんですよ。でその時に台風が来るから外出するなって言ったらびっくりするな話でしょそうですよね そあのでもどうでしょう先週のお話含めてなんですけどそれこそそれだけの借金があるという中でですね、うん、まあ我々もちょっと引き締めないといけないと思っている方が多くの どうでしょう、国民の中にもあるんじゃないかなと思います、ね単間い。間違えですけどね。あの企業経営してたら、借金よりかは資産が上回ってたら。別に何の問題もなくて、銀行もちゃんと貸してくれますよ。ね、あの、すごく高橋さんのお話聞いててね。はい、あの、うん、なぜそうならないのかと思うんですけどな<ぜ>も。あの、いやああそ、そうなんですよ。ずっと言ってて、あの、要するに。しょ 財務省の省内では、ほとんどこの、えー、とまとめに議論するともあの反応はないですけれど、うん、まあだからこれがマスコミとかいろんなのにプロパガンダしてて、それをみんな信じ込んでるっていうのがあの事実ですよね、政治家も同じです、みんなあのそれに信じ込んでて、うん、私がこういう話して、するとかなりびっくりして、例えば安倍さんとか前の菅さんなんかびっくりして、でも私の言ったとおりやってて、全然財政破綻なんか、そういう起こってないんでね、うん、ああ、そうかってみんな思ってるのが今ですよね。 だからみんなな半半信半疑にあの今なりつつありあますけどねと、うん、いうことは少しずつ例えばそういった意見というものが例えば、うん、その政治家の皆さん含めてですよ国のトップの皆さんに伝わっていくと<う>考え方というかメッセージの出方が変わってくるということですか、ねまあ。はっきり言って意見じゃなくてもう間違えてレベルですからね <laughs> その間違えてレベルをずっと信じてるってだけのことですよこれはあの。すごいね、えーはい、僕らもほんまにこうどっちが正しいのかって、うん、なかなか専門の、ね、勉強ではないのでわからないんですけど一 <laughs>、はい、のに 一回どっかでお互いにこう出尽くすまで話してもらうってわけにはいかないのかなとああ私,私はそういうのを何回も言ったことありますけどもうずっと逃げ回ってますけどね。 あこれはじゃあ<え>僕には多分取り仕切れるかどうか分かんないですけど一度来ていただいて <laughs> バトルをね <laughs> <ー>議論しててもらうっていうっい計算したら簡単にすぐ分かる話なんだけどあの要するにバラ,バランスシートっていうね財務商標を見たらすぐ分かる話ですけどねそれをだからほとんどみんな知らないであの財政の話をしてるんですけど、うん、この,矢,の矢野さんも全く同じレベルで、うん、はっきり言うとあのバランスシートって募金会計が分かんないってレベルの話になってますけどね。うん、ほんまにでもそういういは じゃあ財務省のね事務次官まで行けるのかっていう風にうんだから全部わかんないから行けちゃうんじゃないですか <laughs> いやーね,ーね<ー>あの矢野さんは矢野さんで思うところがきっとあるんでしょうけれどもあいくらでもな来てもいいですけど、うん、あどんな場でも私だからずっと構わないって言ってるんですけどまああのうん、財務省をずっと逃げてるだけですけどね、えー、あのどっかで一度矢野高橋対決をねあのしっかり見聞きしたいなという風うに思いますけれどもね,ね<ー>はいじゃあ続いていきましょうはい さあレジ袋有料化あなたの意見は無料に戻すべきこのまま有料化にすべき、うん、さあ小泉前海峡大臣の下で昨年の7月からあ昨年7月か、うん、始まったレジ袋の有料化そろそろ慣れてきたという方も多いと思いますが、うん、え有料化を撤回してですね元に戻してほしいという議論も少しずつ出てきているようでございます。 <laughs> えー、自民党の桜田元オリンピック担当大臣が自身のツイッターで政策の見直しを求める声を山口剛環境大臣に伝えたと発信したところ大きな反響があったということなんですけれどもさ高橋さんのご意見もお聞きしたいと思っております高橋さん、レジ袋有料化、はい、改めていかがですか。あ <laughs> コンビニで面倒くさいですよね。面倒、まあ、くさい。面倒 <laughs> <の> <laughs> くさいのはみ、うんな面倒くさい。だからあのう無視にめんなんの聞かないでそのままネジ袋くれればお終わりかなと私は思ってますけどね。うん。ま、まあ、前のようにね,ねう。でもまあ一方でそのまあどれぐらいその環境に対してこの有料化のメリットがあるのかという議論はこれまあ。えー この議論が出てきた時からありましたよね。ありましたね。うん、全く意味、うん、意味ないですね、これはね。環境に対しては。うん。でも、なんか。どうなんでしょうね。こう、五円とか、三円とか、出すことで。ちょっとね。はい、うん。面倒くさいですよ。面倒くさいのと、いいことをしてる感が。薄くあったりもするんですよ。うん。いいことしてる感あるんですけど。環境には関係ないですからね。<laughs> <laughs> 使っていいっていうものじゃあないんだなっていう意識の改革にはなりましたけどね。うん、それで環境に関係ないですよね。宗教的には <laughs> <laughs> 意識っていうのは話だから、ね、うーん。<laughs> でも元々これ改めてなんですよ。高橋さん、この議論が出てきたところの大元のところってのはどこにあったんでしょうかね？はいうん これもだから勘違いなんですよね環境にこれが影響あるというふうに思ってるだけなんで、うん、あの要するにレジ袋なんて石油製品生成から自動的に出てくるような話だし、うん、あれは別に日本の中だとゴイン袋にしてやればいいっていうことで終わっちゃいますからね、うん、あの実際にレジ袋が、ねえー、有料で買おうがただ、はいえー、でもらおうが、うん、えっと最近は3円5円で買わなきゃいけないんで、ええ、あえてまた別の袋を買っちゃったりみたいなケースもあります。 だから、うん、結局はこのあの形の袋みたいなものをどういうふうに作っていくかってことなんでしょうけどもね、うん、あのこういうのってね、うん、だいたいねあの世界でやってるような話と真似た方が簡単なんですけどね、うん、このの聞いいいたこととないですけどの、ねうん、の話とかいうのはうんあの合わせてほら例えばカメがね、うん、クラゲと間違えてビニール袋を食べてしまって、はい、ウミガメがえらいことになってる映像とかを見て、はいはいうん い、うん、いかんんなととうううに思うところがあるんですよ <laughs>、うん、でもそれはあの一個の映像だけですね、うん、それがどのくらい環境にこのレジ袋が影響があるかっていうのはほとんどないですけどねこれあの僕らがすいませんあの見てないだけなんでしょうけども、はい、例えば、うん、これぐらいレジ袋を有料化したことによって何かが減ったのか、うんうん、環境がこれぐらい良くなったのかみたいなデータとかっていうのは出ないもんなんですかね どっかには出てるんですか最,最初からあの関係ないっていうデータがあるんで多分出てこないですね。<laughs> <laughs> どこういうふうな数量的に、ね、政策を分析するとこのの全く効果がないってすぐ分かりますけどねだから要するにその数量的な話以外ね雰囲気とかあの要するに姿勢だとかそんなことばっかりやってるからここうういいうとななんじゃないですか高橋さんのご専門って数量政策学ということなんですけど、はい、これあの<う>分かりやすく説明するとどういうい学問なんですか数字が苦手な人には全然分かりやすくないんですけどね。うん あのいろんなものを要その気合とかそういうのじゃなくて例えば今回レジ袋でしたらこのくらい有料化するからこのくらいあのなんかこういう製品が得て環境にこういうふうに数字,が数字としての効果が出るっていうのをやる学問ですけどね。うん、ということは当然そのレジ袋を有料化するとかどうだという時には、うん、いろんなところに、まあ、専門家のところに、えー、と意見を聞きに行くというのは各省庁もやるわけですよね自分たちでこ,れこれあんんままりやってませんね。 はい、要するに雰囲,気雰囲気だから、要するにそういう、こういうのを私が言ったのは、エビデンスベースとの政策決定っていうんですけど、これやってませんね、うんうん、数値をしっかりと証拠をもとにして、政策を出していこうとしてるんですけれども。これはやってませんね。はあ 小泉さんが進めたたかっ,たって雰囲気ですね実際皆さんからいただいたメッセージなんですけれども例えばですね「純ちゃんのパームツリーさん」はい「有料でいいです必要だったら買えますしお金を払えば何かの役に立つんでしょ」うん「私は」「笑いとあるんですが、うん、私はもらったレジ袋をゴミ袋につく使っています」ということで、うん、まあ僕なんかも半分そうなんですけど、はい、なんかいいことをした感みたいなのが出てる <laughs>、うんです はい、一方で吉野伸さん、うんはい、レジ袋がいるかいらないか聞かれるのを面倒くさいし、うんえー、時々持っていたエコバッグ出して買った商品を <laughs> やっあのもっさらもっさら入れるのに時間がかかって、うん、店側にタイムロスを生じさせてしまっているようで心苦しいですというのもございますけれども、うん、高橋さんはその意味でも、えー、レジ袋はどうされてるんですか買い物行く時。 私めんどくさいからすぐそあれですよ買ってます五円で買ってらっしゃる聞かれるのめんどくさいからあ、うん、もうもうその上で自分で入れてくださいって,言ってすぐ言いますけどねうことはエコバッグは高橋さんご自身は持ってない 持ってないあ持ってますけどねあのなんかまあめんどくさいで出すの持って行くの忘れちゃいますねでも高橋さんがレジ袋出すところもねエコバッグ出すところみたいじゃあみたいどんなデザインの持ってらっしゃるのだろうとかねちなみに奥さんはどうしてはるんですかあまなんか袋持ってますねいつもえほんだどうしますの議論ならないんですかお前レジ袋はお前意味ないないぞとか家ではそういう話にならないんですか 私がだから、レジ袋、あの持ってくるから、う,んうん、うちの妻の方は持ってこなくても、自分で。これで、あのゴミ袋にいつも使ってますからね。<ー>私はね、私のやつをね<ー><ー>じ。じゃ、あ奥さんが持ってるのを見て、意味ないのになと思いながら、高さも見てるわけですか。うん、まあ、でも、個人の自由ですからね。そまあ、そうなんですね。ね,<れ>ねえ。でも、なんか面白い、面白いというか、あんた環境に優しくないわね、とかは。<ー>奥さんはおっしゃらないわけですね。じゃ。だって、も、もともと、この関係ないですから、この、ういう。 でもなるその、えー、そういうちっちゃなところから夫婦喧嘩って意外と出たりするかもしれませんしね、はいえー、ちなみにやっぱり有料のままという方もいらっしゃいましてレジ袋が有料になった経緯を考えたら有料化のままでいいというのは信二さん、うん、特に大阪は、えー、ゴ,ム袋ゴミ袋が舞いすぎだと思う。 あ確かにに道端いいっぱ落落ちちててますよねるだから有料有料でないというよりもこれはゴミを捨てる側のエチケットというかマナーの問題なのかな。か <laughs> 詳細な説明がないままにスタートした有料化でしたから一旦元に戻してリスタートはいかがでしょうかというのがささみストリートさん、えー、有料化にするかどうかは店側で決めたらいいと思いますということなんですが <laughs> これ高橋さん店側で決めることはできるんですか そできますよ店側で、ええ、その代わりその分って自分たちで負担しないとダメだったりするわけですよね。ああまあ全くそうですね。だから、有料すかしないかなんてのは店の判断でもあるんですけどね。うん、まあ今回の有料化っていうのは店の判断じゃなくて役所の判断でやらせてるからちょっとまた問題になるわけですよね。うんうん、これあの、うん 法律ではなく奨励と言われるものだそうなんですか。ああものすごく変変ですねこれはね。これだから、うん、あの普通はこういうふうなあの負担かかる話っていうのは法律でやるんですけどね。うん。 これはあの省令って言ってもう勝手にだからせててるっていう話だから逆に言うと省令だから戻すのも簡単ですからね今あの選挙期間中選挙になりますよねこれからそしてみんながやればすぐあっという間に無料になるかもしれませんけどねこの改めてですけど法律で縛ってるものと省令というものとでは大きく違うのはどのポイントなんですか 国会を通すか通さないかって議論になるかならないかっていう話が全く違いますよね。うん、だからこれほとんど議論にならないで、うん、あの命令ですから政府の命令ですぐできちゃったってわけです、うん。その代わり撤回するのもすぐできるよということなんですね。もっと簡単ですね。<laughs> ああ、まあそうか,か、ね、も。だ選,、うん、選挙の時に何かみんなが言ったらこ撤回する可能性あると思いますけどね。うん、あの国会の中で確かにレジ袋は有料にすべきかどうかというのを長い時間をかけて、うん、ということではなかったわけですからね、今回に関してはね。うんまあ、だからあの 小泉大臣がまあ思いつきで言ってそれでそのままやっちゃったって感じがしますけど、うん、<laughs> なるほどだから本当にそれぞれのそのデータみたいなものがもう少し分かりやすくあると可視化されると考え方も変わってくるのかなというふうには思うんですけれどもねそうですね、うん、データの数量化っていうのは可視化に最も便利なやり方なんですけどね、うん、はいということで、えー、ここまでですね、はい、え見てきたんですがパーセンテージがそろそろ出てきたかなと皆さんご投票いただいたんで でもねで無料に戻すべきという方が67.5%、はい、有料のままにすべきという方が現時点これ無料に戻すべきという方は、はい、僕もそうかもしれませんが、うん、面倒という方がの,、うん、の気持ちもあるのかなという。い言わなきゃダメですしね5円で1枚くださいとかっていうのが。 これでも高橋さんね、うん、一回こういうのって決めてしもたらですよ、はい、戻す時もお店側の対応も大変ですよねいやこれ簡単ですよ <laughs> うん、だってコンビニですから、あっという間にできちゃいます。あっという間にできるの。<れ>あ、やっぱりこの方が楽やったわとか、便利やったわということになるのかもしれません。けど結構万引きが増えてるとかってね。そう,そうそう、そう。あのね,ね、あのエコバッグやってると、それはあの万引きを助長してますよね。うん、そういう。その被害を言う人は随分いますけどね。あの、わかん、だってその場で入れられてしまったら、これ後で生産するつもりやって。んって言われたら、もうそうでっかとしか言いようがないですもんね。そう,んねそう、だから、外に出るまで待ってなきゃいけないから、結構大変なんですよね。まあ。 き、ね、<ー>うーんこれはほんまにあのそれぞれの角度からどうなのかっていうのはもう一度ね議論をするというか、うん、してもいいのかなというところあると思いますが。はいな、はいえー、ことでございまして時時刻6時52分でございます日替わりニュースメニュー月曜日は今週の気になる数字です。 さあ世の中のあらゆる物事データや確率で分析する数量生産学者高橋佑一先生にニュースに出てくる気になる数字解説してもらいますさあ高橋さん今週の気になる数字こちらを解説していただきますガソリン価格160円 さあ、国際的な原油の先物価格、七年ぶりに高値ということなんですよね、えー。国内のガソリンの価格などへの影響を避けられない見通しで。まあ、原油相場の指標の一つ、ニューヨークの先物価格、専週,週金曜日。二千十四年十一月以来、およそ七年ぶりに一バレル八十ドルを超えてきました。日本ステにガソリンの平均価格、百六十円台ということで。<ー>えっと、<お>えっちゃんも結構高いな。ですね。昨日夫がガソリンスタンド行ったけど、満タン入れんとこーって。<laughs> <laughs> 焼いてましたから、やっぱ高いですよね。<laughs> えー、さあ、高橋さん、高橋さん、お車を、はい、えっと、の、の、のりますよ。やっぱ高いなという実感ありますか。ああ、前に比べればね。で、これね、ガソリンの値段っていうのは、まあ、どうやってついていくのかということなんですけれども。ね。 まああの物理は何でも一緒ですけどね需給関係って、はい、まあ需給関係ってで決まってきますねあの需要がどうなるか基本的には需要がどうなるかっていう話と供給がどうなるかってその見込みで大体決まりますね,、うん、ねえでもガソリンの価格ってどうなんですかやっぱり結構こういうふうに乱高下するものなんですかあのだから えっと例えば生産の方がが、ね、急に生産をやめたりすると急に高くなるって、うん、それとあと需要の方も、うんまああも景気によって動きがあるんでその意味ではいつも乱攻撃しますね今のタイミングでこの高い理由というところを含めてなんですけどどこれも世界中でだいたいコロナが落ち着いてきていろいろとまあ旅行とか外出が多くなるからそれに応じてあの車を使うの頻度が高くなるってそれで需要が高くなって と思いますよはあ。ということはやっぱりコロナで人の動きが少なかった時っていうのは落ち着いてたんですねそうやってう、ね、そうですて、ね。 まあはっきり言うと外出自粛とか言って、なかなか行きにくいですよね、うそうすると、その車を使う一つの要因が減って、需要が減るって、だからあんまり価格は上がらないって、そんな感じだと思いますけどあのこれ、ガソリンの値段が上がるとき、いつもそうなんですけどね、はい、あのガソリンスタンド経営してらっしゃる方に、じゃあ、値段が上がったら、そのまま見入りが良くなるのかっていうと、高橋さんこれは決してそうじゃないんです、よね <laughs>、まあまあ、そうじゃないそれはあのほとんどがガソリンってあの海外からの輸入ですからね。はいあの 要するに、えっ、ー、と、ガソリンの業者の人も、い、仕入れ価格が上がってるから、うん、その分上げてるって、それだけですから。そうですよね。ねあと、税金で結構上がっていくこと多いですよね。ガソリン税がどんどん高くなってみたいなとかありますもんね。そうですね。うん、ガソリンは、あの、えっ、ー、と。税金、ちょっと、負担が日本は、お、重いですね。うん、これ、あの、高橋さんね。ガソリンの価格が、こう、高値続いていくと。例えば、税金、一時的に免除するみたいな法律ってのは。 昔ありましたね、えー、と東日本大震災のどかな、うんえと、そういう法律があって、うん、ある程度160円かいくらずっと高くなると,、はい、えと、上に乗っけてる税金を免除するっていうのは、そういう制度はありましたね今回、うん、とか、どうなんですか、これはそれはでも今、凍結されてるんで、はい、それを動,動かすためには、うん、また新しい法律を作らないと。 えーとその制度は動かないですあー。ということはそうか、震災後の一時的な部分というのは多かったですね、それに関してはね。そうですねー、えー、だからまた新しい法律を作らないとダメなんで、うんまあ、ただですね、もう本当にこれがほ本当に切実でしたらね、うん、えーと今度選挙があるでしょ、はい、だから選挙の時に、うん、これが非常に国民の大きな声になったら、うん、そしたらあの、えー、政治家の方はね、そういうふうに作らざるをえなくなる時もあるんですよ。うん しかしそうやって思うと選挙っていうのはすごいですね選挙があったらいろんなものが安くなるんですね、うん、これねこうやって改、うん、めて安くなるっていうか国民の意見がより反映しやすくなるってことなんです,よううですよねほんなその税金はいらんかったんかっちゅう話になるわけなんですよね。ま、ね、<れ>まあねあねただ、まあ えっと、率直に言うとこのガソリンの税金っていうのは、うんうん、まさにね、あの環境税ってやつなんでね。どちらかというと世界的な流れとしては、うん、あの日本みたく高くなるって方向なんですよね。うん、これ高田さんね、それで言うとね、例えばあのガソリン車の生産自体をあと20年も、あ2、えー、年もかからないなあと15年もするとね、えー、作るのをやめなきゃいけないみたいなのとこあるじゃないですか、えー。そうですね。それも環境で、これも世界的な流れですね。うん、で。 こうなってきた時に、今後ガソリンっていうものはどうなっていくんですか。うんうん、あのだから、ガソリン車がなくなれば、うん、そのガソリンの需要が減るんで、ガソリン価格はすごく先にはあんまり上がらなくなりますよね。上がらなくなりますよね。で、うん、なくなるということはあるんですかね。な、何がガソ,ガソリン自体が。うん、あ、それはガソリン自体っていうのはなくなることはないですょやっぱりあの有力なあのエネルギー源であることは間違いなくて、うん、あの。 うん、だから細々と落ち あのそんなにあの大規模じゃなければ CO2 もあんまり出さ,な出さないですからね、うん、それはだからなくなるってことはないですけどね、うん、でもなるべくそのそのガソリンとか原油なんかに依存しないエネルギーにだん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 これから230年経つ変化する可能性はありますねだからねそれこそどうですか例えば僕らの2世代あとのこうとかにすると昔ガソリンで車走ってたんですよね <laughs> みたいな時代がそういうことはありますねあの例えば昔灯油のストーブあったでしょあ でも今全くもうないじゃないですか,あ,かああいう感じかもしれませんねうん、そうですね少なくなりましたもんね、えー、あのといプシュプシュこう赤いやってましたやってました、うん、あ,あれをやるとかするね。今もうないじゃないですかあれだから大体電気かガスに全部なっちゃったでしょそうですね,、うん、ねだからこれそうなってくるとこうガソリンスタンド自体のあり方もどうでしょうこの10年ぐらいのスパンで、うん こう計算して考えていかなきゃダメですよ、ね、まだから昔灯油屋さんがたくさんありましたけど今ないじゃないですか <laughs> う<ん>そういう感じに多分なってだからガソリンスタンドというか電気スタンドとかね、うん、そういう形になるかもしれませんよで,、ね、でもこの間聞いたらやっぱり結構ガソリンとかもいろんな規制がやっぱりあるんでしょガソリンスタンドとか含めてそうでしょうしああもちろんあの、えー、と気圧油扱うんで安全基準はあの。 かなりありますよね。それで、ガソリンっていうのは、もう、あの、すぐ蒸発して、ば、爆発するじゃないですか。燃えて。うんね、あ、結構危険ですよね。う、まあ、だから、そこに対する取り扱いというのは、ね、もう厳しくなるのはということなんですが。うん、さあどうですか。この高橋さんの読みでは、このガソリンの、えー、高値というのは。もう、しばらく続くイメージですか。えー、あそれはちょっと続きますね。あの、うん、要するに、コロナの需要回復っていうのは、今後半年、七年近くは見込まれますんでね。 そうすると半年ぐらいは続く感じはしますけどね。うん、これあの僕ら弱かってないですけど、ほらガソリンとかがね、ほら僕ら子供の頃にはいずれなくなると、もう掘り尽くすぞなんて話があったじゃないですか、石油とかも含めて石油ねガソリンね。え、あのそのあたりというのはどうなんですかね。その予測はみんな外れましたね。外れましたよね。えっといろんなところでガソリンあの原油がたくさん出ちゃう。 っていうのは、もう分かっちゃいましたね。あれ、何だったんですかね。ね僕ら子供の頃、あれはいずれなくなるというて。あれもね、一つのね、なんか環境活動の一環だったんですよ。だからもう地球はこのままじゃダメだ。とかいう<ー>警鐘を鳴らすって人がいてね。うん、まあ、ローマンクラブってのがいて、それが結構意図的に。うん、あの、ガソリン交換するっていうのを流してたような気がしますね。まあ。あの、言っても、特に二十世紀ってね、うん、この、原油の取り合いみたいなのとこありましたよね。はい あの世界中でこの画面で。最初はね、でも、いろんなとこ油田が出てるから、もう最近はそうでもないですよ。ねあそれでもやっぱりあの、高い値段で安定しちゃってるところあるんですね、需要に応じてね、これだけやっぱり出てたとしてもね。うそうですね、えー、なるほど、わかりました、はい。ということでございまして、え<っ>えー、今週月曜日、ここまでお付き合いいただきました、高橋さんでございました高橋さんどどうううももあありりががととございましたうございました。 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。